その当時こけしっていうのをこけしーずっていうのも別にこけしが好きとかそういうことじゃなく、なんかあの学校の学園祭でやるときにバンド名を出してくれって言われて、どうしようどうしようって言ったときにコケティッシュとか、なんかコケてるとかほいでもうコケシーズでええやんみたいななって、そのままコケシーズっていう名前でやってて、でその後なんで私はまあベートルズって一人やのに複数形かって言いますと、まあコケシーズすぐ解散しまして、喧嘩しまして、みんな4人ねすぐ喧嘩するんですよ女は。それで一人でじゃあもうソロでやっていこうって言った時に、友達がライブを企画してくれて看板をね立ててくれてたんですね。その看板がベートルズ来日って書いてあって、でその日から私ベートルズ名乗ろうと思って、そっからベートルズです。もう人につけてもらった名前で、あ私は渡辺ベイっていう名前で、ベイちゃんってもともと呼ばれてたんで、それでベートルズを名乗っております。ビートルズが好きっていうのもあるんですけど、ベートルズです。一人で4人分やりますみたいな感じで、はい、頑張っております。じゃあ何しようかな、今何時なんでしょう。私も時計外しちゃった。ちょうど9時なの。9時、じゃあもうそろそろ終わりですね。何しようかな。Smile.